千葉県千葉市中央区の歯医者 MF レンタルクリニックのマスコットキャラクターハリーです。今回は乳歯の生え始めについてお話しします。乳歯の生え始めは生後3から9ヶ月くらいで、赤ちゃんによって随分差があります。中には生まれた時にすでに生えていたり、1歳を過ぎてようやく1本目が生えてくるケースもあります。ですから周りの子より多少遅くても気にする必要はありません。もし1歳半を過ぎても生えてこない場合は、一度小児歯科の先生に見てもらうと良いでしょう。